マブラブフォトンフラワーズ前回続きからプレイしていきましょう。実機での教習や連携協定も順調に進み、私たち候補生は入隊して初めて現実的な達成感と、高揚に浸れている。ただし、だからといって浮かれているわけではない。実験集では、疑心のごとき教官たちが絶対不可侵の壁になって、増長くじき。相変わらず続く、ジングジ教官のしごきが、体力すら、未だ道半ばであることを自覚させ続けていた。すでに三浦は基礎訓練の場で一人に取り残されることなく、最後尾集団に食い込みつつある。それに触発されたのか、クイさんは座学に真剣に取り組み、暇を見つけては三浦と二人で勉強会を開くことだった。だいぶみんなあれなんだね。頑張ってんだろ。それは竹宮のいたずら心を刺激したらしく、たびたび私を誘ってはその勉強会に参加しようと試みた。エリートを断り、そう言って必死に追い払おうとする藤沢が面白いらしく、何度もそれを繰り返してからかっていた。そういう竹宮のコミュニケーションも、藤沢らしい意地の張り方も、間に入ってなだめようとする三浦も、私にとっては全てが居心地の良いものとなっていた。その変化には私自身が一番驚いている。ああもう一体何なのよ。どうした。何なんでしょうね。何、どうしたの。あれはずるいよ。成功体験を積ませようって気がなさすぎるよ。ああ教官か。仕方ないでしょ。向こうは実戦をかいくぐってきた伝説の英士なんだから。現実は厳しいですね。ちょっと待って、私たちだってもう何週間も実機で連携訓練やって、シミュレーターだって400時間超えてるんだよ。そろそろ1回ぐらい勝ってもいい頃じゃないの。まあ神宮寺はともかく、ミラサワは1回くらいなんとかしたいよね。舐められてんな。聞かれたらめっちゃ怒られるぞそれ。第 207AC 訓練学校創立以来、教官チームに土をつけた訓練兵はいないそうですよ。タケルちゃんとかだったらどうだったんだろうな。教官とやったことは確かなかったはずなんだけど。でしょうね。もともと勝ち負けは評価に関係ないし、そもそも候補生が勝つなんて想定すらしてないでしょ。何よイスミ、あなたには勝ちたいって気持ちはないの。負けっぱなしで悔しくないのかよ。別に私だって負けたいわけじゃないわよ。勝たなきゃつかめないものがあるのもわかる。だけど現実は現実でしょ。うげー、出たよイスミの現実病。あんたたち早く耳を塞ぐのよ。脳の飛躍的発想や夢を司る細胞が破壊されるわよ。すごい言いようだな。はあ、あんた何。ああこの絵かわいいな。うるさいわね。迷惑だからやめなさ。めっちゃかわいいなこれ。モールス信号。十分分かってるけど、どうせなら一度は勝ちたいよね。基礎課程の修了試験まであと10日ないんだよ。その間に1回でも勝つって目標掲げるのはすごくいいことじゃない。ビジョンを明確にして全員の意思統一を図るって意味でもね。なるほど、そういうことなら。また藤沢、反対してないでしょ。ああごめん、つい反射で。イスミも反対じゃないんだ。ならやってみようよ。このまま教本通りにやっててもラチが開かないし。いいですね、やりましょうやりましょう。それが原因なのか。あんたたちちゃんと本気出しなさいよ。私の再就職がかかってるんだからね。まだそこなんだな。その前に卒業目指しましょうよ、月子さん。ねえ、作戦よ。作戦はどうすんの。私たちの連携精度もまだ低いですから、並大抵の方法じゃ無理ですよね。
ろ向きな発言、今後一切禁止。口にするぐらいいいじゃないですか。痛い。貴様、最近しごきについてこられるようになったからって調子に乗るな。それもしかして神宮寺教官の真似？似てなくて恥ずかしいんだから余計なツッコミはいいのよ。はいはい、いいから作戦よ作戦。大体イスミは分析以外取り柄がないんだから、ここが一世一代の見せ所と知れ。毎度毎度偉い言われようね。ま、いいけど。イスミさん、何かあるんですか？連携教習が始まってからずっとデータ取って統計出してるんだけど、今のところ神宮寺教官は基本戦術から大きく外れていないわ。さすが現実病、やるじゃない。褒めるときはちゃんと褒めろ。ユキコさん、悔しいな。逆に言えば候補生相手なら教本通りの基本戦術で十分ってことでしょ？まあそういうことね。候補生一人一人に対する行動予測がやたら的確だから、有利なポジションは全部先に潰される。そこを取らせてもらえないのは最大の問題よね。基本に忠実ってことは手が読めるってことなのに、それで勝てないってどれだけの対処能力よ。結局候補生側の幅の問題でしょ。私たちレベルで実行できる戦術なんて実際限られているからね。結局隙のない基本に対抗するには基本である教本に乗ってる策で行くしかないってことなの？ちょっといいですか？また後ろ向きなこと言うんじゃないでしょうね。言いませんってば。よし、発言を許可する。またやってるよ。耳まで赤くなるくらいならやんなきゃいいのに。少しずるいかもしれないけど、規定を崩してはいけないとは言われてませんよね。だったらそれを少し超えちゃっても問題ないんじゃないでしょうか。例えばどういうこと？そうですね、カーボニックアクチュエーターの収縮比を変えて挙動に遊びをなくすとか。おお、さすが座学のプリンセス、ユーラーガリコリターンズ。もうやめてくださいよそれ。しかも帰ってきてるし。いや、真面目にすごいってそれ。神宮寺の行動予測が完璧なら機体性能の底上げでその裏をかけば隙ができるじゃん。はい、他にもいろいろ考えられますよ。推進剤の触媒配合比を変更して瞬間加速を稼いだり。これは驚いた。禁止されてないルール破りという高度な問題解決方法を三浦が提案するとは。もともと三浦は自分のペースでやれる座学の成績自体は悪くなかった。だがその知識を生かす大胆な発想も合わせ持っていたとは。身体能力が向上し、教官の仕事にも遅れを取らなくなったことで自信を持ち始めているのか。これが原因なんだよな、多分な。結局竹宮が言っていたことが正しかったのかもしれないな。共感機には私たちのレベルに合わせるためのリミッターがついているんですけど、その制限領域を広げてしまう手もありますよ。大変だ、ミューラーガリコが暗黒面に落ち始めている。シリーズ後半の展開だ。だからなんでアニメっぽい話になるんですか。悪いけど、その話はそこまでよ、ミューラ。それ以上聞かないでおくわ。冷静に考えて、私たちがクリアすべき最重要目的は、修了試験に及第することよ。
教官たちに勝つことはそのついででしょ。はい。分かってるわ、竹宮。これ以上くどくどと言わない。欠点だけ並べるようなことはもうしない。でも正直驚いたわ。三浦の発想は唯一今の状況を打開しうる発想よ。もし本当にやれたとすれば、訓練校の歴史を変えたかもしれないわね。泉さん、ありがとうございます。その大胆な発想を生かせば、成功法でも何か見つかるかもしれないわね。なんかたくましくなったじゃん、三浦。臨機応変な思考もすっごく冴えてるし、頼りにしてるわよ。そんなまあ仕方ないよ、その子。ここで下手打ってキャリアに傷つけたくないしね。すみません。はいはい、再就職再就職。珍しいこともあるな、藤沢が三浦に対して否定的なことを口にするとは。いや、それほど大したことではないか。私の考えすぎだろう。数日後。怖えなぁ。でも、それはやらないんだよな。じゃあなんだ。大胆な発想ってやつか。マルヨンから各機、支援室に入ります。やっぱ読まれたか。無事かマルヨン。左肩部、走行に軽度の損傷。まだやれるわね。援護する。早く下がってマルヨン。こうも障害物を多くちゃ当たるものも当たらないってのに。リングじゃ化け物かよ。くそ、あの距離で当ててくるなんて。こちらマリオ、ダミービルの裏に回りました。安全確保。状況スモーク、教官たちまた隠れるつもりだよ。ノイズメーカーだ。まずい、フィータリングを。卑怯だぞ、こら。堂々と勝負しなさいよ。やめなよ、マルさん。残響で完全にロストするわよ。その道、私たちじゃこの距離では当てられない。無駄弾を使うな。ダメだ、完全に見失った。交代して距離を取る。マル2、マル3はスモークとノイズメーカーをばらまけ。チキン直しだ。了解。ダメだ、完全に忘れている。この数日間、実験演習のたびに作戦を想定し、こちらの思惑を隠しながらデータ分析を重ねてきたというのに、未だに一機も落とされていないだけでも上出来ているのならば。最前に配置した竹宮に食いつかないってどういうこと？どうやら私っていう餌はお気に召さなかったみたいだね。やっぱりおとり作戦が読まれているんでしょうか。結局最後列に配置した三浦から狙われた。教官たちのキルパターンは修了試験でも変わっていないわ。どうする？このままだといつものパターンじゃん。落ち着いて、スモークが切れるまで時間はある。この状況で動けばさすがにセンサーに引っかかるから。分かってるよ。でもこれが最後のチャンスなんだよ。準備した作戦にも予備策にも向こうが乗ってこない以上、もう打つ手がない。下手に攻めれば確実に全滅する。とにかくこの時間帯まで全機健在なのは奇跡的よ。ここまで来たら無理はせず、試験の合格を確実にする手だって十分あるでしょ。神宮寺教官相手に前期健在だって前例はない。勲章としては十分じゃないの。私だって本音では神宮寺教官に一矢報いたい。だが私の責任とみんなの思いの一番高い接点は全員で合格することなんだ。それこそがみんなの思いや願いを叶える最良の結果につながる第一歩なんだ。でもそれじゃあ。攻めるしかないだろ、泉。
今まで候補生はずっと戦力差を意識した防御的な布陣で負けっぱなしじゃんか。藤沢、三浦も藤沢もさっきから何をそんな痩せてるんだ。戦闘で高揚してんのか。みんな聞いて、提案があるの。ん？前に泉が立てた作戦覚えてる？おとりになってのやつか。え？私が立てた作戦？はあ、覚えてるよ。シミュレーター実習の連携基礎課程が終わった時のあれでしょ。はい、覚えてますよ。あれを試そう。え？まず負けないことね。え？勝敗が評価外ということは候補生が負ける前提。調べた限り全滅するまでにどう戦ったかを評価される協定よ。確かにね、実力差がありすぎる場合負けない試合をするのは上等だよね。とにかく候補生を追い込んで全滅させるらしいわ。断っておくけど、逆に全滅させるなんて訓練期間内には絶対無理だから。間違いなく完全勝利は狙えないだとすれば、私たちが勝ったという印象を残すしかないわね。つまりどうするんですか？共感機を一機落とせばいい。たとえそれが私たちの全滅と引き換えであってもね。なんか地味だな。花がないよ花が。仕方ないわよ、それ以外に勝ちに等しい状況ないもの。誰もが確信してる共感機は落ちないっていう前提を崩す以外はね。私は興味あるな。具体的にはどういう作戦？相手の出方もあるけど、ニラサは助教を狙うのが基本。実力が勝る神宮寺教官を狙ったら確実に失敗する。対人演習期間内はとにかく教官たちの戦術や個人特性の傾向を分析して最後の終了試験で勝負をかけるのよ。それじゃあ復讐になんないじゃんかよ。いえいえ、ニラサは助教だって相当強いと思いますよ。作戦は基本的に三浦をおとりに、私と竹宮、藤沢でニラサは助教と差し違えるって感じかしら。私たちを追い詰めることが前提である以上、まず弱いところが狙われる。そのリカバーをどうするか見るたびにね。まずは相手戦力を二分する。ニラサワ助教を私と竹宮で足止めして、神宮寺教官を藤沢の軌道と三浦の回避連携で引き離す。十分な距離を稼いだタイミングで藤沢が反転、私たちに合流して三機同時に特攻っていう流れよ。ま、この流れに相手をどう引き込むかが鍵ね。乗ってこなければアウト。普通にやるしかない。っていうか、神宮寺が狙ってくるのは目の敵にされてるあんたなんじゃないの、分隊長殿。私は何かと罵られているだけ。実際しごきや訓練の最中は必要に三浦をマークしている。教官という職責から言えばこれは当然の行動よ。以上よ。ま、軽く聞き流しておいて。質問に答えただけで、そんなことやる意味はないって思ってるから。当たり前だよ。そんなにみっちい作戦、みっともなくてやってらんないって。竹宮、あんたはあれに、反対だったはずよ。それでもやる気なのか。ここで一旦区切ろうか。ああ、そうだよな。三浦が一人になってんだったら三浦が死ぬんだよな。そうか、次回それを見ることになるのか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。